ようこそニューコムへ。我々は明日の世界を創造するソフトウェアの供給を目的に活動を続ける複合企業です。ニューコムグループはコンピューター関連での環境開発を中心とした情報環境開発事業部ニューコムインフォを軸に、宇宙環境開発事業部ニューコムスペース、生命環境開発事業部ニューコムバイオ、通信環境開発事業部ニューコムスフィア、広報外務部ニューコムパブリッシングという大きな5つのセクションに分かれ、まず最初に、今回私たちの不作法な訪問にもかかわらず嫌な顔一つせず扉を開け温かく迎えてくれたニューコムの皆さんに感謝を。一人のパイロットとあなたたちの勇気ある決断が私たちを救ったのです。そして私は今日の出来事を忘れることはないでしょう。本日午後3時をもってユーピオ代表議員ガブリエル・ W ・クラークソンは私の部下と私の専用機乗務員38名とともにニューコムグループへの移籍を宣言します。この決意に至る。はい、クラークソン代表議員による緊急記者会見をお送りしていますが、どうやら中継の音声が途切れた模様です。中継の回線がつながり次第会場の映像に戻りますが、それまでもう一度今回の移籍劇についての現在までに分かっている情報を整理したいと思います。代表を乗せたユーピオ専用機からの無線をニューコムが受けたのが本日の午前11時ごろ。同機は明日からレーニー岬で開催されるメリトン地域緊張緩和協議会へ出席する代表を乗せ、ケープレーニー空港へ向かう途中、ランバート山脈地区上空でゼネラルリソース所属と思われる戦闘機からの攻撃を受け、同機の護衛機と交戦状態に。その直後、同機は続いて現れたユーピオ所属らしい別部隊からも攻撃された模様。そして同機と護衛機はコースをニューコム制空圏へと変更、午後4時テニス空港に緊急着陸したのです。ニューコム側の情報筋では、この事件をかねてから穏健派としてニューコムとも友好関係にあったクラークソン代表を暗殺する目的でゼネラルリソースと一部のユーピオが共謀したものと判断している模様です。そしてニューコムが今回事実上クラークソン代表の移籍を受け入れたことで、今後のゼネラルリソースとニューコムの関係に大きな緊張を生むのは避けられない。あ、いたいた。ちゃんとニューコムに転職できたみたいね。それでこっちでも私たちまた同じチームに決まったからよろしく。まあとりあえずそれだけ。あいた、分かってる、ちゃんと言いますから。まあさっき議員から聞いたんだけど、うわっ、じれったい。ありがとう、心から感謝するわ。あなたの決断が議員とフィーの命を救ってくれた。その決断と行動力にこれからも期待してる。あ、そうそう、私はシンシア NEU チーフコンサルティングパイロット、つまりあなたの上司です。はじめまして、よろしく。もう姉さん、変わってよ、ねえ。それからフィーはね、私にとってたった一人の妹でもあるの。だから個人的にもあなたにはすごく感謝してる。それじゃあ次は任務でね。バイ。なんで切るの？停戦状態にもかかわらず、度重なる攻撃を仕掛けてくるゼネラルリソースに、こちらから攻撃を仕掛けます。新開発の高高度攻撃機モビュラで出撃、そこから古機のレモラで発進して、ゼネラルリソース所有のホワイトバレー空軍基地を破壊してください。ユーピオのエース、
うちの新型乗り心地はどう？さあ実力見せてもらいましょうか。レモラ、モビュラーから切り離します。リリース。
ホワイトバレー空軍基地の破壊に成功しました。初出撃、ご苦労様でした。慣れない環境やこっちのコフィンに戸惑うこともあるだろうけど、私たちのメンバーとなったからには、これから良い結果を期待しています。それでは、次こそ君の実力を見せてください。いませんか？フィーです。今日大変だったけど、二人とも無事でよかったと思って。ただ、なんかニューコムにはまだ慣れなくて。助けてもらった私がこんなこと言うのはあれだけど、やっぱり姉さんたちがここで何を目指してるのかって考えると、だからってゼネラルがいいとも思えないんだけど、この戦いを誰が望んだのかって、何か大きな力にいつの間にか巻き込まれてしまったみたいで、いつもなんか愚痴が多くてごめん。じゃあまた。